ジャマール・アダムズはテキサス州出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトル・シー・ホークスに所属している。ポジションはセーフティ。ルイジアナ州立大学でプレーし、2017年にニューヨーク・ジェッツから一巡全体6位指名を受けた。アダムズは1年目の2014年シーズンには13試合に出場し、そのうち2試合は先発出場を果たした。66タックル。 1>, 1サックを記録した。3年目には、サウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選出された。2017年1月6日、アダムズは2017年 NFL ドラフトに、アーリーエントリーすることを発表した。ドラフト前からスカウトなどの高評価を受けていた。アダムズは、多くのメディアから、トップのセーフティであると評価され、一巡指名が、有力視されていた。 そしてドラフトではジェッツから全体6位指名を受けた。2017年7月20日、ジェッツとの間で4年2225万ドルの契約を結んだ。トレーニングキャンプでは、カルビンプライアー、同じ新人のマーカスメイト先発の座を争った。開幕前、ヘッドコーチのトットボールズからアダムズをストロングセーフティ、メイをフリーセーフティとして先発起用することが発表された。 開幕戦のバッファロービルズ戦では5タックルを挙げた。9月28日のマイアミドルフィンズ戦では、J. カトラーをサックし、プロ初サックを挙げた。第17週のニューイングランドペートリオッツ戦では10タックルを挙げた。この年16試合に先発出場し、83タックル、6パスカット、2サックを記録した。2018年のデトロイトライオンズとの開幕戦で、 マット・キャセルのパスをインターセプト、これは、プロ初のインターセプトであった。この年、全16試合に先発し、115タックル、3.5、サック、3ファンブルフォース、1ファンブルリカバー、1インターセプトを記録した。12月18日にプロボールに選出された。プロボールの練習の際、AFC 東地区のライバルチームであるペトリオッツのマスコットにタックルする事件を起こし、 その後謝罪した。AP 通信オールプロセカンドチームにも選ばれた。NFL トップ100の37位に評価された。2019年、第2週のマンデーナイトフットボール、クリーブランド・ブラウンズ戦で、ベーカーメイフィールドに行ったヒットで、2万1000ドルの罰金を科された。第3週のニューイングランド・ペトリオッツ戦では、ジャレット・スティットハムのパスを、インターセプト、 61ヤードのリターン TD を挙げた。同年10月10日、彼の意義も押した手が認められ、9月の試合で課された罰金は取り消された。第10週のニューヨークジャイアンツ戦では、チームトップの9タックル及びダニエル・ジョーンズを2回サック、そのうちの1回はボールを奪い、25ヤードのタッチダウンを決めて、AFC の週間最優秀守備選手に選ばれた。 第11週のワシントンレッドスキンズ戦では3、サックを挙げた。2020年7月25日にシアトルシーホークスとのトレードが成立し、移籍した。父親のジョージ・アダムズは1985年のドラフト一巡で指名されたランニングバックである。ありがとうございます。